レースに人生を捧げた者たちの筋書きのないドラマ。水上の格闘技、競艇。レーサーの誇りをかけた力と魂のぶつかり合い、愛する者への思い、涙も強さに変えて、今日もこの水面から熱いドラマが生まれるのです。今年かつてない盛り上がりを見せたゴルフの賞金王争い。石川遼、池田勇太両選手の熾烈な戦いは大きな話題となりました。賞金王の称号、それはプロアスリートにとって最高の栄誉なのです。そして競艇界でも間もなくこの賞金王をかけた今年最後の大一番が始まります。 SG 賞金王決定戦、優勝賞金1億円をかけて戦う頂上決戦です。レーサーたちの夢舞台、賞金王決定戦に壮絶な決意で挑む一人のレーサーがいます。今年で8度目の出場を決めた今垣幸太郎選手、40歳。競艇界最高峰のレース SG を優勝すること実に7回。これまでの獲得賞金はなんと17億円以上。抜群の人気と実力を誇るトップレーサーです。賞金王になりたいですね。はい、優勝だけを目指して頑張っていきます。そんな今垣選手がただ一度だけレース直後に涙したことがあります。熱い涙に隠された波乱万丈のドラマとは。1969年、石川県に生まれた今垣選手は幼い頃から競艇選手になりたいと心に決めていました。その理由は父のたけしさん。実はたけしさんはビッグタイトルを獲得したこともある往年の名選手。そんな父の姿に自らの将来を重ねていたといいます。競艇っていう存在を身近にずっと感じてきたんで、この仕事しかないっていう気持ちですかね。そして17歳で選手の養成機関競艇学校を受験。見事難関を突破、夢への第一歩を踏み出したのです。やった、競艇選手になれる、その門が開いたっていうんで、もう本当に感激したのを覚えてますけど。1年間の厳しい訓練を乗り越え、18歳で念願のプロデビュー。鋭いターンを武器にデビュー2年で早くも初優勝。期待の若手レーサーとして注目を集めました。そんな今垣選手が特に力を注いでいたことがあります。それはプロペラの加工。競艇ではボートやモーターは全て同じ規格のものを使用します。しかしプロペラは選手個人の持ち物、規定の範囲内で独自に加工することが許されています。プロペラはわずかな角度の違いでもスピードや操縦性に著しく影響を与えます。そのためプロペラの出来は勝負の行方を大きく左右するのです。長い年月をかけ自らにマッチする最高のプロペラを作り上げた今垣選手。そして29歳を迎えたある時、ビッグチャンスをつかみ取りました。
競艇界の最高峰 SG レースの優勝戦に初めて進出したのです。今垣選手は最も不利といわれる大外6コースからのスタート。今スタートしました。センター4コースから4号艇際どいスタートが1周第1ターンマーク。陰線速攻は1号艇田中慎一郎、ズバッと刺していったのが2号艇松井、それでは6号艇4号艇がわずかな隙間を鋭く突く会心のターンで一気に先頭に躍り出ます。そのままトップを守り抜いてゴールイン、見事 SG 初優勝を成し遂げました。今までファンの方に期待に応えられんかったんですけど、これで恩返しできると思います。その後も圧倒的な強さで SG を次々と制覇。ついたニックネームは北陸の帝王。瞬く間に競艇界を席巻していきました。そして賞金王に手が届く位置にまで来た今垣選手。しかしこの後最大の試練が待ち受けていたのです。1999年に SG を初制覇し、賞金王という夢に挑み始めた今垣選手。それからの快進撃はまさに飛ぶ鳥を落とす勢いでした。2004年までの6年間になんと SG を5度も制覇。賞金王の称号は手を伸ばせば届くところまで来ていました。ところが2005年、彼の成績は突如急落します。その原因はプロペラの規定変更。当時今垣選手は羽を薄く加工した独自のプロペラを使って好成績を残していました。しかし規定変更によって厚さや重さなどの規制が強化。今垣選手が何年もかけて完成させたプロペラは使えなくなってしまったのです。ゼロから勝てるプロペラを作ること、それは至難の業でした。なかなかいいのができないんですね。レースで勝とうと思ったプロペラの比率が大きいんで、やっぱりいいペラなかったらターンもできないし。今垣選手のスランプは深刻さを極めました。賞金王目前とまで言われ、一時は2億円を超えた年間獲得賞金は3000万円台にまで急降下。賞金王の夢は大きく遠のいてしまったのです。頑張ってもなかなか思うようにいかんし、もうダメかもしれないと思う時もありました。何回も絶望の淵に立たされた今垣選手。その時彼を支えたもの、それは家族でした。今垣選手は奥様とお子さん4人の6人家族。妻のまどかさんは悩める夫を気遣い、家では常に笑顔でいることを心がけたといいます。別にそんな言葉はかけずに、みんなで普通普段と一緒にワイワイって楽しく、してたんで。少しでも夫のプレッシャーを軽くするため、努めて明るく振る舞ったまどかさん。その気遣いは今垣選手にとって大きな救いでした。僕がもう考え込むような性格なんですけど、嫁さんはもう何にも、例えば僕が失敗しても何しても、まあいいじゃないみたいな感じな性格なんですよ。だからちょうど抜けるところができたっていうか。さらに何より大きかったのは子供たちの存在。癒されますね。子供たちにもう一度自分の活躍する姿を見せたい。今垣選手は自らを奮い立たせました。そして今垣選手は新たなプロペラ作りに全精力を注ぎました。加工場にこもり一日中プロペラを叩き続けたことも少なくないといいます。本当に朝まで
やってますからね、毎日。トップクラスのペラまで行き着くまでにやっぱり何年かかかりましたね。新しいプロペラを作っても結果が出ず、試行錯誤を繰り返す日々。出口の見えない地道な作業は実に3年間も続きました。それでも決して腐らず、幾度となく改良を重ねた今垣選手。そしてある大一番を前に、ついに納得の一枚を作り上げました。ここまでのペラ作ったやったらもう出るやろっていうぐらい頑張ったつもりだったんで、自信持っていきましたね。2008年の SG モーターボート記念、その優勝戦、今垣選手は絶対の自信を持って挑みました。5番の体形です。第12レース優勝戦、今スタートしました。1コースから1号艇、まず青木玲は4号艇、5号艇、センターからは2号艇、コースターの1周1枚、この子もインセンスを交代戦は1号艇で増す。そして引いていく2号艇、間を割って3号艇旋回する。先陣争いは切れ味鋭いターンはまさに新しいプロペラの賜物。今垣選手トップを奪います。2号艇、2番手、1号艇、3番手、3号艇、上体系2番、1番、3番、オッズは51。そして実に4年ぶりの SG 制覇。今垣選手は込み上げるものを抑えきれませんでした。本当に感動して涙出ましたね。このまま取れん、まあ、SG 優勝できんかもしれないって気持ちも半分ぐらいあったんで、もう一回その上の舞台でいけるっていう、なんか嬉しさはありましたね。この優勝を機に完全復活を遂げた今垣選手、今年6月には7度目となる SG 制覇を果たし、見事賞金王への切符をつかみ取ったのです。18日から大阪住之江競艇場で行われている SG 賞金王決定戦、大きな夢への挑戦がついに幕を開けました。そのレース前、後輩と家族が開いてくれた壮行会で、今垣選手は賞金王にかける強い思いを語りました。私もちょっとでもなんか優勝したやつの一番強いかもしれないですけど、もう次の日倒れてもいいんで全部出し切ります。はい、この後は今大きな注目を集める平成生まれの女子レーサーに密着。彼女が競艇選手になったある理由とは。今年も私たちに数多くの感動を与えてくれたスポーツ界、史上最年少で賞金王になったゴルフの石川遼選手、原巨人日本一の原動力となった坂本勇人選手、そしてオリンピック連続出場が内定したフィギュアスケートの安藤美姫選手、若い力がスポーツ界を盛り上げた1年でした。競艇の世界にも大きな注目を集める若手女子レーサーがいます。鎌倉涼選手20歳、彼女がプロになったのはわずか17歳の時。水上の格闘技と呼ばれる厳しい勝負の世界で必死に戦っています。そんな彼女を支えているもの、それは父との絆でした。競艇は男女が同じ土俵で戦う数少ないプロスポーツ。現在女子選手の数は全体の1割にあたるおよそ150人。わずかな体重差以外、男女のハンデは一切ありません。過酷な勝負の世界で彼女たちはたくましく戦い続けているのです。そんな中、今ひときわ人気を集めているレーサーがいます。鎌倉涼選手、なんと彼女は平成元年生まれの20歳。
その可愛らしいルックスから競艇場の PR モデルに起用されるなど注目を集めています。しかしレースではその外見からは想像もつかない男勝りなハンドルさばき、豪快なレースが彼女のスタイルです。レースを見て楽しんでもらえるようなそんな選手になりたいですね。そんな彼女もひとたびレースを離れればごく普通の女の子。この日は友達とショッピング。うるさいよ。はい、けどどう？気の置けない友達との休息、勝負の世界に生きる彼女にとって大切な時間です。しょっちゅう遊んでますね。3人集まって、しょっちゅう遊んだね。何かあったら集まってますね。嫌なこととかあったら、そうそう、とりあえず発散ですよ。みんなで喋るだけ喋る。そんな彼女のお部屋にお邪魔しました。これらのブランド品は勝った時のご褒美だと言います。匂いのするものとかは好きですね。香水とかはもう大好きですね。レーサーでなければ学生生活を謳歌している年頃、そんな彼女が競艇の世界に飛び込んだのにはある理由がありました。平成元年、大阪で生まれた鎌倉選手。次女で甘えん坊だったという彼女を誰よりも可愛がったのは父の則之さん。そんな父は鎌倉選手にあることを言い続けていたといいます。それは小さい時から言ってたんですよ、競艇選手になれっていうのはね。だからとりあえず一回見せようかなっていうのがあったんで、連れて行ってハマってくれへんかなっていうのがね、本音のところでしたからね。幼い我が子に競艇を勧めた理由、それはかつて自らが追った夢にありました。お父さんも選手を目指したことがあったんですか？やりたかったんでね、昔は、本当やりたかったんですけど、やっぱりちょっと私らね、身長とか、視力とかでちょっとダメだったんで。身長などさまざまな条件を満たしていなければ競艇選手になることはできません。夢を絶たれた父はその思いを娘に託しました。そして鎌倉選手が中学生の時、父は初めて競艇場に連れて行きました。そこで彼女が見たのは一瞬の勝負に命を懸けるレーサーたちの姿。鎌倉選手はすぐに競艇の虜になりました。もともとスポーツも好きで、そういう乗り物とかも好きで、やっぱそういうのを自分で操縦してみたいなって思ったのが大きかったですね。果たせなかった父の夢は娘の夢となり動き始めたのです。そして受験資格の15歳、中学3年で初めて競艇学校を受験。しかし結果は不合格。それでも高校に通いながら諦めずに受験を続け、3度目の試験でついに合格。鎌倉選手は高校を中退し競艇学校に入学しました。高校辞めろっていうのを私の方から言いましたんで、辞めてもう行けっていう形だから絶対帰ってくるなっていうことで行かしましたから。ちっちゃい頃が本当言われてたんで。中退して入るっていうのはやっぱすごいですよね。結構、はい、それがあって絶対帰れないと思って辞めなかったっていうのもありますね。もう後戻りはできない、強い決意で1年間の訓練に臨みました。しかし鎌倉選手は最年少の16歳、初めて親元を離れ朝から晩まで続く厳しい訓練生活。それは肉体的にも精神的にも過酷なものでした。辛いのもあるんですけど、大変っていうの方が大きかったですね。なんか
やっぱ辛いから帰りたいとかもすごい何回もやっぱり思いましたね。そんな時鎌倉選手を支えてくれたもの、それは父則之さんからの手紙でした。最後まで諦めず走ってください。父の言葉は心に響きました。これにだいぶ励まされたんで、あ、これ見て元気もらったなとか。途中で帰る帰るって言い出した時がね、もうなだめるのが必死って大変なんですけどね、そっちの方に苦労したのが大和の時期かなと思いますね、はい。父の応援を背に鎌倉選手は厳しい訓練を乗り越え、17歳で競艇学校を卒業。そして2007年5月念願のプロデビュー、ついに親子の夢を叶えたのです。お父さんの夢でもあったんで、嬉しいのもあったんですけど、ほっとした方が大きかったですね。今年でデビュー3年目を迎えた鎌倉選手。競艇選手は成績や勝率から4つのクラスに分けられます。現在鎌倉選手は上から2番目の A2 で活躍を続けています。しかし彼女には今大きな課題があります。最近自分がイメージ通りに動けてないんで、最近は良くないですね。そうですね、取れる時と取れない時の差が激しいんで、そういうのをなくしていかないといけないなっていうのが今の課題です。理想のレースができたかと思うと、次のレースでは別人のように負けてしまう。村の多さに彼女は悩んでいました。11月、地元大阪住之江競艇場で行われた大会。鎌倉選手は一人の選手に相談を持ちかけました。それは師匠である五反田忍選手。五反田選手は7度の優勝を誇る地元大阪を代表するトップレーサー。そんな彼女に憧れた鎌倉選手はデビュー後すぐに弟子入りしました。2番手は接戦であります。先頭1番五反田優勝合理。女子選手でもやっぱかっこいいなって思いましたね。こういう人になりたいと思ったのがやっぱりきっかけかもしれないですね。この日は2回レースを走る鎌倉選手。1回目の結果はまずまずの2着。しかし続く2走目でいつも崩れてしまう傾向にあります。この状況を何とかしたい。鎌倉選手は五反田選手にアドバイスを求めました。師匠のアドバイスは何もするなというもの。いつもレベルアップを狙い微調整する鎌倉選手にとっては意外な答えでした。そしてあえて調整をせずに挑んだ2レース目。鎌倉選手は赤の3号艇へ。さあコーススタートはダッシュ勢、4コースの角から5号艇の福島が出ていって、その横の3号艇、6号艇、4コース、5コース、6コースまくっていく。5号艇の外をつけて回る3号艇と6号艇、内側ごちゃついて1号艇。最初のターンで豪快に外を回り一気に先頭に立ちます。持ち前の強気なレース運び、そして後続を引き離して見事1着でゴール。この日は大崩れすることなく好成績を残した鎌倉選手。課題を乗り越える光を見出し、彼女は大きな夢に向かって今日も走り続けます。女子王座に出たいっていうのが自分の中での目標なんで、とりあえず今コツコツして最終的に
何か形になればいいかなと思います。父から託された夢、そして女子選手の頂点を目指し戦い続ける鎌倉涼選手。家族がいたから今がある。絶望の淵から賞金王へ、頂上決戦に挑む今垣幸太郎選手。2人の戦いはこれからも続きます。